当社問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。こちらは潮風です。それでは日本語のニュースと解説、日本海に架ける橋をお送りします。潮風は4月1日から2つの周波数で同時に放送を行っています。これは北朝鮮当局が行っている妨害電波を打ち破るためのものです。2つの周波数で同時に放送すれば妨害電波をかけるのが極めて困難になり、潮風が常に聞けるようになります。どれかの周波数に妨害電波がかかっていても、他の4つの周波数のどれかでお聞きになることができます。今後も潮風をお聞きください。JSR、こちらは潮風です。はじめに日米韓首脳会談に関するニュースです。岸田文雄首相、米国のバイデン大統領、韓国のユン・ソンニョル大統領は8月18日午前、日本および韓国、北朝鮮の時間でいうと19日になりますが、アメリカ・ワシントン郊外の大統領の山荘キャンプ・デービッドで会談をしました。3人の首脳は首脳閣僚級の会談を定例化させることで一致、中国や北朝鮮の脅威を念頭に有事の際に日米韓で速やかに協議することも確認しました。3首脳が国際会議の場ではなく会談を目的として集うのは今回が初めてです。岸田首相は会談後の共同会見で、中国による力による現状変更の試みや北朝鮮による核ミサイルの脅威などを踏まえ、日米韓3カ国の戦略的連携の潜在性を開花させることが必然で時代の要請だと訴えました。会談後に発表された中長期的な協力の指針となるキャンプデービッド原則では、共通の価値観に基づき自由で開かれたインド太平洋を推進し、力による一方的な現状変更の試みに強く反対すると表明。従来の3カ国協力の主眼だった北朝鮮問題だけでなく、中国の台頭を念頭に台湾海峡の平和と安定のほか、東南アジア諸国連合や太平洋島しょ国との関係強化を訴えました。具体的な協力内容を示す共同声明、キャンプデービッドの精神を発表し、首脳や外務防衛経済担当閣僚と国家安保局長が少なくとも年に一度会談することを確認、自衛隊と米韓両軍による共同訓練を毎年実施することや、今年末までに北朝鮮のミサイル発射に関する情報を即時に共有する仕組みを運用することも盛り込みました。このほか北朝鮮によるサイバー活動に対抗するため、3カ国の関係省庁によるワーキンググループを立ち上げるとしたほか、中国を念頭に経済的威圧に対抗するサプライチェーンの供給路の強化も表明しました。有事の際の日米韓協議に関する文書も発表し、共通の利益や安全保障に影響を及ぼす脅威に対し、3カ国の政府が迅速に協議し、情報共有や対外発信を行うことを約
束。一方でこの約束は国際法や国内法に基づく義務を生じさせるものではないとも示しました。このように初の会談を目的としての3首脳が集まったことは、日米間の連携、そして北朝鮮への対応という意味では非常に大きな意味を持つものと期待をされています。これは韓国が前のムン・ジェイン政権であれば絶対に考えられなかったことであり、時代はものすごいスピードで動いているということを明らかにするものです。北朝鮮に対してこれまでかかってきた圧力と、さらに別の次元の圧力が今後はかかっていくということが期待されますし、また挑発に対しても未然に防ぐことがさらに可能性が高まったと言えると思います。このような日米韓の連携は今後もさらに深まっていくことが期待されています。以上、日米韓三国の首脳会談についてお伝えしました。続いて、平壌で爆発テロというニュースです。新聞東亜日報は8月19日次のように伝えました。北朝鮮の平壌郊外で 1,2 ヶ月前に爆発物テロが発生した状況があると、北朝鮮の状況に詳しい消息筋の話として東亜日報が報じた。轟音と人々の悲鳴が聞こえ、死傷者も出たようだと複数の現地住民が証言したという。同筋は軍高官を狙ったテロだった可能性も排除しておらず、北朝鮮が爆発物探知装置と推定されるものを輸入するなど、金正恩総書記の警護が強化されていると話した。最終的な確認が必要だが、監視と統制が徹底している平壌付近で爆発物テロの状況があったなら、内部の不満は臨界地に達したことを推察させる。爆発物探知装置の輸入の動きも同様だ。今年4月、警護員数人が防弾用の黒いカバンを持って金正恩氏を取り巻くシーンが撮影されたことと相まって、平壌中心部の不安を示している。国家情報院は一昨日、国会で労働党が不平不満者探しチームを地域別に作ったと報告した。最大の不満要因は食料不足と若年層を対象にした統制だろう。北朝鮮は今年初めから市場を通じた個人的な食料取引を許可せず、軍用米の優先的な確保に乗り出した。国情院によると、北朝鮮では1から7月に餓死者が240人余り発生し、昨年の5年間の平均より2倍以上、1人当たりの国内総生産の GDP も6年前より 12% 減少した。1990年代の苦難の構造の時より事情はなしだというが、若年層の不満が大きくなっただろう。若い世代の金正恩一家へにあまからない批判と集団抗議を国情院が捉えたのは、このような空気を確認した事例だ。金正恩氏が臨時協議員を直接乗り出す点も、北朝鮮の動向を内密に調べなければならない理由だ。彼は戦争準備を強制的にするというのと、8月に入ってからだけで戦争準備を2回指示した。北朝鮮は危機の度に挑発し、我々の問題は外部敵対勢力のためだという口実で不満を鎮めた。北朝鮮が航海上に弾道ミサイルを発射するだけでなく、海と空から予測できない手段で韓国を直接狙うことができる。また内部の動揺が動揺がさらに大きくなれば、クーデターなど急変事態が起きないとも限らない。平壌郊外の爆発がテロと確認されれば、
ば、これまでになかった反体制行動が企画されたものだと。韓米協力を通じて樹立しておいた作戦計画を再確認し、状況別シナリオと現実の実践訓練が必要。以上が8月19日の東亜日報のものです。まあ、このような状況にもすでになっているということで、改めて日米韓の枠組みでしっかりとした対応が求められると思います。平壌で爆発テロが起きたというニュースです。こちらは潮風です。国連人権高等弁務官事務所の開催するシンポジウムについてお伝えします。さまざまな国際的な動きが進む中で、8月30日にはソウルの国連高等弁務官事務所で主催し、朝鮮民主主義人民共和国関連被害者の権利並びに責任の究明、強制失踪並びに被害者の権利、朝鮮民主主義人民共和国にない並びに該当国による強制失踪被害者のための国際事例の案刊行並びに可能性という、まあ、長いタイトルで、シンポジウムが行われます。私をはじめとして日本からも、多数の参加者が予定をされていますが、今回はソウル、そして東京も含めたオンラインなどをつないで行われます。で、一つだけ開催の背景についての文書だけちょっとご紹介しておきたいと思います。人権理事会、国連の人権理事会ですね、人権理事会は2021年3月23日第46回会議で採択された朝鮮民主人民共和国人権状況に関する決議46-17で、国連人権最高代表事務所として、被害者影響を受けた地域社会並びにその他関係する利害当事者を対象として責任究明法案に対する彼らの見解を反映することができるよう一連の懇談会を行い、地平線の拡大活動をしていくようにと要請をしました。これに従って国連人権事務所ソウル事務所は関連した被害者団体市民社会団体並びに朝鮮民主義人民共和国の人権問題を扱うその他利害関係者と一連の円卓会議やセミナーを開催し、被害者の権利並びに国際犯罪にこれを起こり得る該当国内の人権的侵害に対する責任究明法案を論議してきました。まあ、というようなことが、まあ、開催の趣旨です。で、これで、北朝鮮による強制失踪ですね、これはもう広い意味で、在日、機関事業で渡った皆さんの問題も当然含まれます。そして、日本以外の拉致被害者の方々のことも含まれるわけです。で、これらについての議論が行われるということで、今改めてこの日米韓の枠組み、そして北朝鮮の中の混乱という中で国際社会では改めて、この人権の問題について追及を進めていくことになると思います。8月30日、ソウルで行われるイベントについてお伝えしました。こちらは潮風です。続いて、救出への道のコーナーです。北朝鮮による
拉致被害者増本留美子の弟増本輝明です。留美ね、元気ですか？拉致被害者の皆さん、元気でお過ごしでしょうか？日本はまだまだ猛暑が続いています。そちらは先日日本でいう台風6号が直撃し、そしてその日は韓国でもいくらか出ていたのですが、北朝鮮はいかがですか？静寂な土地利用によりで山が禿山となり、水害に脆弱さを示す北朝鮮で台風が直撃することがいかに危険なことかよく知っています。皆さん、被害はいかがでしたか？本当にこの20年台風や雨や洪水、そして病気等、皆さんの健康を害したり命に危険が及ぶような状況があるたびに心配を重ねています。冬が来たらこの寒い北朝鮮という土地の中で暖をいくらかでも取っているのか、食事は満足に取れているのか、おそらくその両方とも満足ではないでしょうが、それでも無事生きながらえているのか心配しながら活動を続けています。今一番懸念しているのはコロナの問題です。というかこの 2,3 年の間にコロナが北朝鮮でも蔓延したという話は聞いています。ワクチンもなく適度な医療機関もない北朝鮮で一度コロナに罹患することがどれだけ厳しい状況なのかは理解しています。今月18日に日米韓の首脳会談が行われ、そして日米韓の新たな連携を高める、新たな高みへ引き上げる話し合いがなされています。その日米韓の首脳会談の中で拉致問題解決に向けた協力も話し合うということでしたが、これからこの機能がどのように北朝鮮に対する圧力となるかはまだ分かりません。それでも時に失したのかもしれませんが、とにかく前に向け進んでいこうとする姿勢は見えると思っています。残念ながら我々の運動も回を追うごとに寂しい状況を続けています。仙台の七夕書類では例年よりいくらか人の出入りが少なかったかもしれませんが、例年より例年というとこのコロナ禍で4年間ほど七夕署名ができなかったんですが、4年ぶりに七夕署名を実施し、その4年以前との署名数から考えると物足りない数字になっているのは間違いありません。金正日が拉致を認めてから20年以上経ち、当時の日本人の怒りや関心が薄れているのは間違いありませんが、それでも我々はその
関心を高めていかなければならないし、皆さんのことを忘れないでほしいというその言葉を訴え続けるしかありません。先日8月12日にルミネが北朝鮮の工作員によって拉致された日です。私たちはこの数年8月12日に必ず東京の有楽町で署名活動をしています。それは8月12日佐渡で曽我ひとみさん、三好さん親子が連れ去られ、鹿児島でルミネと周一さんが連れ去られた事実を踏まえて、北朝鮮の非道に対し強く訴えるためです。そして私たち自身がこの日を忘れないために署名活動をしています。これからも私たちは皆さんのことを忘れないために、皆さんを早く日本に返すために頑張る、その一言だけ告げておきます。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、増本照明がお送りいたしました。
朝鮮を脱出するとき必要であったとしても、日本に着く前に全て海に捨ててください。皆さんから攻撃されない限り、日本の警察も海上保安庁も軍も皆さんを攻撃することはありません。警察官、海上保安官など上陸した場所にいる人の指示に必ず従ってください。日本では犯罪を犯さない限り皆さんは保護されます。また拉致被害者など日本に関係のある人が乗っている場合はそれを伝えてください。拉致被害者についての情報をお持ちの方はそれを伝えてください。これは一度だけではなく、警察にも海上保安庁にも、あるいは近くに一般の人たちがいれば、それらの方々にも繰り返し伝えてください。拉致被害者が乗っていれば、あるいは拉致被害者に関する情報があれば、日本政府は皆さんに対してそれにふさわしい対応をします。潮風では、船で日本を目指す方々のためにも、地区に情報を提供します。ぜひ、今後も潮風をお聞きください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしております。潮風の放送内容は拉致被害者、拉致の可能性のある失踪者のお名前やデータの読み上げ、ご家族からのお手紙の代読、ご家族からの直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュースや解説です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合は、東京中央郵便局支所箱1022号、潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。こちらは潮風です。また明日この時間にお会いしましょう。お体を大事に。 JSR、こちらは潮風です。